こんばんは、日常演技です。本日はこちら、快活クラブさんに久しぶりに来て、焼き餅と、きんぴらごぼう、ハッシュドポテトフライを食べたいと思います。ハッシュドポテトフライ、通常のポテトとは何か違う気にはなりますが、まずは野菜が、きんぴらごぼうから食べていきたいと思います。何食べたのかというような気がするんですけど、いつの間に潰されたのかな。では、いただきます。快活クラブで食事するのって何年ぶりかなっていうぐらい久しぶりなんですけど、どこか安心できる味だな。シャキシャキとしたきんぴらごぼうと、なんだろう、ただのハッシュドポテトともポテトフライとも違う、ホクホクとした食感が楽しいフライ、オーロラソースともよく合いますね。そして最後に食べるは焼き餅なんですけど、口の中でとろーっと広がるこの食感が本当に、焼き餅って結構好きなんですよね。あ、揚げ餅だったっけ。まあどっちでもいいか。いや、良くないだろ。はい、というわけで快活クラブで久しぶりに食事して、この後カラオケも楽しんでまーすと、いいか、詳細についてはこの後。さまでした。最初に食べたきんぴらごぼうなんです。あるいはお店に食べたきんぴらごぼう、結構冷たいイメージがあるんですけど、ここのつまり大学クラブのきんぴらごぼうは出来たてなのこう温かかったんです。なので冷たく違ったホクホクとしたぬくもりのある美味しさが感じられてよかったです。ビリーとある刺激はもちろん感じられました。ハッシュドポテトフライン、これでハッシュドポテトフライン、ハッシュドポテトフライン、サクッとしたコストコのホルムフライと比べると、カモい食感のオーロラソースとの相性のバッチングで、甘酸っぱすく甘酸っぱいが時にまろやかな味わいソースとよく合っています。なので通常のポテトよりもちょっと軽めに食べたい時に、最後に食べた網も口の中で噛んだ瞬間にとろーっとお餅がとろけて、口の中でお醤油の香ばしさとともに甘さが感じられて美味しいです。今回食べた中とハッシュドポテトフライがサクサクとしたありそうでなかった新しい食感を楽しめて一番美味しかったので、代表として4点とさせていただきます。もうちょっとソースのバリエーションとかがあったらよかったかな。というわけで本日は快活クラブさん軽食3品を食べていた動画でした。あなたは何か気になるものありましたか。もしあるのであれば食べていただけると、よろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。